はい、こんにちは。今日は、ハンドリベッターですね。ベステルのラジェットリベットガンを使いまして、ブラインドリベットを実際にかしめてみて、この使い勝手の差を実際に、画像の方で見ていただきたいと思います。こんにちは。ではテストの方ですね、ご説明してまいります。まずはこちらリベット 3.2 ミリシャフトのものと、こちらかなり太めの 4.8 ミリシャフト、こちらの方をかしめるテストをしていきます。テストの手順は、まずこちらのハンドリベッターの方で、3.2 ミリのシャフトのかしめ、次に、こちらの、ベステルラチェットリベットガンでこの 3.2 ミリのシャフトをかしめます。次は 4.8 ミリのシャフトでこちらのハンドリベッターのかしめ、そして次に、ベステルラチェットでのかしめという形で、テストをしてまいります。では、はい、こちらのノーズピース 4.8 ミリがついておりますので、これを今から 3.2 ミリのこちらのシャフトに合わせたノーズピースに、取り替えていきます。これ重要なことで、こちらのノーズピースで合わせていかないと、シャフトにうまく入りません。ですから、ちゃんと、シャフトの径に合ったノーズピースをお取り付けお願いいたします。どうぞ。OK。で、はい。では、ただいまより、3.2 ミリのリベットを使ったかしめのテストをしていきます。こちらのまず、ハンドリベッターでやって、その後ラジェットリベットガンという風にやっていきますのでお願いいたします。どうぞ。結構開かないとダメですね。はい、 3.2 ミリちゃんとリベットかしまりました。こんな感じです。はい、では今度は、ベッセルのラチェットリベットガンの方で 3.2 ミリのリベットをかしめるようにいたします。どうぞご注目ください。はい、はい、リベット完了しました。4.8 ミリのノーズピースを付け替え作業をしています。くれぐれもシャフトとの太さとノーズピースを間違えて付けないようにご注意ください。はい、完了しました。はい、4.8 ミリのリベットのかしめテストこれから始めます。かなり太くなりましたです。力の入り加減をどうぞご確認ください。どうぞ。かなり力が必要になっております。 4.8 倍です。こちらまだまだです。あ、取れました。はい、終了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 。はい、はい、はい、こちら 4.8 倍のリベットかしめ完了。
はい、現在ベッセルのラジェットリベットガンのノーズピースを 4.8 パイに取り付ける作業をしております。その下のところに、他のサイズの、3.2 パイあるいは 2.4 ミリ、3.2 ミリ、4.0 ミリ、4.8 ミリのノーズピースがある中で、今回は 4.8 ミリのノーズピースを取り付けしていただいています。はい。さあ、閉めてください。どうぞ。はい、仕上げにレンチでしっかり固定。はい、取り付け完了いたしました。はい、ただいまより、こちらの 4.8 ミリのシャフトでの、リベットのかしめテストをしていきます。対象のツールは、ベッセルラジェットリベットガンです。ではどうぞ。はい、終了。はい、今回もはい、かしめ完了です。はい、では、今日は、こちらの、ハンドリベッターとラチェットリベット感のテストをしてみました。使用感について、感想をお伺いしてみましょう。こっちの、 あのハンドリベッターの方なんですけども、やっぱり両手で思いっきり力をかけないとダメで、ちょっとあの体勢にもあのすごいあの気を使うんですけども、こちらのベッセルのリベットガンの方はもう片手でこうカチカチとするだけなので、あの気軽に使えて、あのすごいあの良いと思います。